今自民党内の、うん、あの数字じゃないですか、はい、で多分構造がちょっとよくわからないっていう感じだと思うんですね、うん、どういうふうな党内の構造になってるのか、うんうん、実はあの月曜日にね、早稲田大学で少し、あのお話をしたんですけど、いいですね、それ見せてください。こういう感じの、うん、まあ、あの構造がありまして、わかりますでしょうか、うん、見えるかな、あ、ちょっとここだと見えないね。あ、そうかそうか、うん、こういう感じになります、うんうん、で、あのね、要するに、うん、今出てるのは、うん、あのまあ、全員じゃないんですけども、あの小泉さん、うんうん、それから あとですね、あの、うんうん、あれです、加藤さんは一応出てるんですが、うん、ちょっと構造、石破さんで、うん、河野さん、うん、からまあ高市さん、うん、まあ、主なところで、まあ、うん、そういう感じにしています。ちょっとね、うん、あの、コバホークさんは、うんうん、ちょっとここではあんまり入れてはいないんですけども、うんうん、で小泉さんの後ろには、うん、後ろには、まあ、菅さんがいます。うんうん、で菅さんは HKT って言って、うん、あの萩生田さん、加藤さん、うん、で武田さんっていう、うん、まあ言ったら、うん、菅さんのところに、まあ、集っている人たちっていうことになりますよね、うん、で菅さんは小泉さんを支持してるん で、うん、で武田さんはこれ、取水会なんで、取水会ですね、コバホークに行くかなと思ってたら、うん、コバホークさんって取水会の中のいぶき派っていうか、いぶきグループなんですね。いぶきさんの。だから違うんですよ、系統が。で、うん、武田さんは取水会はもうなくなったんだけど、うん、あのグループの跡取りだっていう自負があるんですね。うんうん、でそうだけど、まあ二階派が、まあ、取水会って二階派でしたけど、うん、二階派が全部じゃあ武田さんに行くのかっていったらそういうわけじゃないですね。で、うん、特にですね、武田さんのところに、まあ、地元 の、うん、あの福岡のあれなんですけども、うん、宮内さんとそれから鳩山さんっていうのが、ね、うん、まあ、そうです、これが三兄弟って言われてます、うんうん、でこの二人を小泉さんの推薦人に入れるっていうことで、うん、まあ、言ったら武田さんが、まあ、菅さんに近づいたと、うん、で、まあ、小泉さん有利じゃないかということでですね、うん、そういう意味ではこう接近してるわけなんですよね、うん、で一方でその、まあ、萩生田さんは今あの高市さんの推薦人集めやってるという話も伝わっています、うん、でもあまり動きがちょっと見えないんですね、うんうん、で加藤さんは加藤さんで今回出られています、うん、でそういうふうなあれですね、うん、で石破さんに対してはね、これすごく面白いんですが、うん、石破さんに対しての選対の選対本部長って岩屋さん、岩屋さんだ、岩屋さんって今年の1月まで麻生派だったんです、うん、で麻生派を、まあ、言ったらあの派閥ね、うん、麻生派は派閥はまだあるわけです、派閥っていうか集団が、うん、で岩屋さんは派閥はもう解消すべきだということで、うん、それで派閥を離脱されたんですよ、うん、離脱した岩屋さんが、うん、まあ、もともとね石破さんとは近いので、うん、石破さんの選対本部長になられたんですが、すごく面白いのは、うん、そのなるちょっと前に岸田さんとご飯食べてるんです。あのね、寿司の同棲に見たら分かるんですけども、うんうん、お二人で赤坂のザクロで、うん、ザクロかザクロで、ザクロでですね、すき焼き食べてるんですね。でその時のお話が何だったのか、でその後で石破さんが官邸に行って官邸で挨拶してるわけですよ、支援要請してるわけですよ、ね、そういう関係になってるんです、うんうんうん、それでね、これちょっとね、あのちょっと見にくいかもしれないですけど、うんうん、蛍光色で入れたのがこれが私が思う、うん、今のところ次のね、うん、岸田さんポスト岸田政権というか、うんうん、岸田政権が終わった後の自民党で多分この3人がキングメーカーになるんじゃないかというような動きなんですよ、うん、すなわち岸田さんは今のところ、うん、ね、岸田さんは今のところ岸田派から、ちょっとこれすいません、はい、ね、いいですよ、うん、はい、林さんとね、林さんと上川さんが岸田派で出てる、うんうん、ね、だからあの岸田派としては林さんか上川さんが当選してくれたら旧岸田派、岸田さん、うん、あの宏池会は昨日解散しましたから、うんうん、もう今あの法人はないんで、法人格はな、うん、ないんですけども、うん、そういうあれなんですが、実はですね、うん、岸田さんは林さん、ナンバー2の林さんが上に上がってもらうことがあまり好きじゃないと言われていまして、うんうん、でこの度
上川さんが、うん、まあやる気になりましたよね。で上川さんの後ろにやる気になさせたのが麻生さんだね。麻生さんだね。麻生さんが今年の1月にあのおばさんやるねとかって言って、うん、それで上川さんが一躍まあ、ったら注目されたわけなんですよね、うん、でそういう意味で麻生さん、あの上川さんの後ろに麻生さんがついてるのかと思ってたらですね、実はですね、今回のこの推薦人集めで私の独自の情報ではどうも岸田さんが木原さんに言って、木原さんここにいますけどね、木原さんが上川さんのために集めてたという話があるんですよ。それがですね、8月25日ぐらいにはですね、上川さんがたくさんの方に応援いただいていますっていうのが、結局はそういう意味でみんなが集めてくれてるっていうところで、これは大丈夫だろうと思ってしてたらですね、今度27日ぐらいかな、28日ぐらいに、いや応援と推薦と違うっていうことが、うん、この差の意味が分かりましたって言って、えらいなんか消極的になった、弱気になったのはなんかここでパッ と、うん、と途絶えたっていうんですよ ね、うんうん、ね。で多分岸田さんにすればですね、うん、もしかしたらタイミング的に言ったらね、うん、あの林さんはある程度やっぱり岸田派といいますか、宏池会の後を取るという意味では頑張ってもらいたいんだけど、自分、うん、自分の力を凌駕するようじゃ困るから、うん、ちょっと抑えときたい、うん、そのために上川さんを使った、うん、でも上川さんは後ろにはやっぱり麻生さんが、うん、そういうことであの上川さんがぐーっと上がってきたらですね、うん、麻生さんが出てくるかもしれないんですよ、うん、でそういうことで、まあ木原さんを使って上川さんをぐーっと上げると、相対的に林さんがスーッとかってちょっと、うん、降りたわけですよね、うん、だけど上川さん本命じゃないので、うん、パッとあの外した時に出てきたのが結局石破さんが岸田さんに挨拶に行ったっていうところがタイミング的に出てきた、うん、ということはもしかしたら岸田さんは石破さんやるかもしれない、うん、岸田さん結構複雑な動きしてますね。すごい複雑な動きしてるんですよ、うん、でそういう意味ではね非常に面白いんです。で、うん、麻生さんもね、河野さんを自分は応援するって言うんですが、うん、縛りかけないって言ったでしょ、うん、その派閥としては、うん、だから、こう麻生派の中には、まあ、上川さんを応援する人もいればですね、うん、コバホークを応援する人もいたわけですよ。そういうふうにバラバラになってるわけですよ、うん、でもちろんね、このね、あの岸田さんにしても、まあ、菅さんは別ですけど、うん、岸田さんにしても麻生さんにしても今の段階では1回目の投票といいますか、うん、最初 の投票まで誰にするのかはまだやっぱりちょっと読めないんです、うん、こっちから見てたら、うん、でももしかしたらね、1回目の投票行動に影響を与えて、うん、2回目の、うん、すなわちさっき言いましたよね、うん、2、3位連合っていうのじゃないですけど、うん、1回目の投票で1位で2位っていうのが、うん、じゃあ2回目の投票、決選投票でこの順番になるとは限らないわけです ね、うんうん、そうですね。例えば今のところ言われているあの小泉さんとそれから石破さんが世論では一番人気があるのでワンツーですよ、うん、だから1回目の投票では小泉さん石破さんっていうような順番が一番有力だって今は言われてます、うんうん、そうですね。ただね、1、2位なんだけど、1回目の投票は1、2位なんだけど、うん、もしかしたら決戦で1、2位になるかもしれないんですよ。逆転するかもしれない、うん、でそしたらね、逆転するのに一番寄与した人間がその次に一番力を持つと、うん、いうことを狙って、今のところこの、蛍光色の3人のおじさま方が動いていらっしゃるのではないかと、うん、加藤勝雄さんね、あ、いやいや、蛍光色のね、うん、蛍光色の菅さん、岸田さん、麻生さんっていうのが動いていらっしゃるんじゃないかというふうに、私なんかはちょっと思う。みんなちょろちょろ動いてるわけね。ちょろちょろ動いてるっていう、流れ的にはそういうふうになってるんじゃないかということです。で、今日ね、うん、産経新聞の独自の取材、独自 の、 あの記事なんですけども、うん、上川さん、今のところこれ、うん、あの点々の下なんですけども、この方が20人の推薦人を、まあ、確保できたみたいな報道がありました、うん、そうすると山東さん、この方はですね、今年の4月の、あ、4月のって今年の、初めの、中央公論4月号で、うん、
女性総理の待望論書いて、あのインタビューで言ってるんですよ、はいはい、でその中で上川さんと高市さんの名前を出してるんですよ、うん、で今回ね今 の, あの総裁選では山東さん上川さんを応援するって言ってるんですね、うん、あそういうふうに見られてるわけです、うん、で上川さんが出られるんだったら山東さんは上川さんのところ、うん、それから松島みどりさんなんかも上川さんのところ、うん、ただしこれ上川さんがもし出られなかったらこの山東さんは女性総理待望論があるわけだから、うん、この人こっちに行く可能性があるわけですね、高市さん、ね、高市さん、うん、ということで、うん、上川さんが出れるか出れないかで高市さんがえらく票が上下するというふうに思うんですよね、うんうん、で高市さんにすれば2021年の3年前の選挙の時に、うん、あの 議員票はね石破さんより、あ石破さんでごめんなさい、議員票は河野さんより上だったんですね、うん、あの岸田さんに次いで2番目だったんですよ、うん、だからまあまあ、あれのほとんどは、まあ、安倍さんがね、うん、あの取ったわけなんですけども でもそういう意味で高市さんは結構今回もし当選しなくても、うん、結構上の方に行けばですね、議員票を取れば、ね、3年後にはまた何かの3年以内にもしかしてあるかもしれないですけど、うんうん、次の総裁選でもいい線いくんじゃないかなんですけども、うん、まあ結構ね、うん、高市さんについてはね、うん、今回のはちょっと不利だなと思ったのはね、うん、清和会がね、例えば安倍さんがこう采配振るってる時はね、うん、高市さんの方にまとまってたのに、今回は小馬ホークに結構清和会持ってかれちゃってるんですよね。あのね、うん、持っていかれたっていうのがちょっと私は表現としては違うと思う、うん、剥がされたとかって言われてる、うん、そう言ってるからね、剥がしてないんです、うん、要するに2021年は安倍さんが、うん、あれ清和県って細田派ですけどね、うん、当時あの時に岸田さんでまとまってたのを、うん、安倍さんが剥がして高市さんに入れたんです。あの時はね、元々の傾向だってことはね、そうなんです、うん、でそれが今度その高市さんから剥がされたっていうんじゃなくって、もともと高市さんにその、安倍派のその票がですね、うん、100人ぐらいの票がありますよね、うん、あれがくっついてたわけじゃなくってですね、もともとあったのがなかなかいかなかったっていうところが本当のところ。あ、なるほどね、うん、そしたらそんなにその清和会がですね、高市さんの方向とこう親和性が高いわけじゃないと。ね、やっぱりね、もともと高市さん清和県だったんですけども、うん、途中で出て行かれてるでしょ、うん、で安倍さんには非常に近いんですけども、うん、あの時に町村さんがね、はい、町村派だったんですけど、うん、町村さんが総裁選に出られる時に、うん、町村さんの応援は応援じゃなくって、うん、安倍さんを応援したいからっていうふうに出られてるわけですよ、うん、でそういう意味では町村さん側についてた人たちはやっぱり、いやそれはなんていうか、あの人は安倍さんなんだと、うんうん、清和県じゃないんだっていう意識がやっぱり強いんですよね、うんうん、なるほどね。まあ、その辺複雑ですね、うんうん、でもその上川陽子さんと高市さんとのその今のなんていうか総裁選での関係っていうのは なんかなるほど新鮮に思いましたね。女性が2人でしょ、うんうん、で今回はその女性総理の誕生っていうのが前回よりも強くやっぱり言われてるところがあるんですよね、うんうんうん、でそういう意味では2人、まあ、前回もね2人立ちましたよね、野田さんと高市さんなんですけども、うんうん、だけど当時はやっぱりその女性が一応出たけども女性がいい線いくとは全然思われなかったんだけど、それでも高市さんがすごい検討したもんだから、ね、うん、検討したもんだから、うん、だからまあ注目されるようになって、で今回は上川さんは麻生さんがやっぱり注目した、うん、それから、うん、亀井静香さんが、うん、高市上川大化けするぞとかっていうふうに、ね、持ち上げてたんだね。そうなかなかそういう前ね、だから、うん、要するに注目があるわけですよ、うん、で注目があって、でもやっぱりね、自民党っていうのはやっぱり女性に厳しい党なんですよね、うん、でやっぱりその女性が上に上がるためにはある意味女性の票って言いますか、女性
になってもらいたいっていう票が固まらないといけないんですが、うん、今回はちょっとやっぱり三藤さんは、うん、まあね、あの今上川さんの方行かれてますんで、うん、まあ、あの高橋さんが行けないってわけじゃないですよ、うん、だから上川さん出られなかったら高橋さんの方に行かれるんじゃないかなと。まあなるほどね、まだ、まだ微妙なんですね。でも出られそうなんですね。でも出られ、あの産経新聞のね、うん、報道が、うん、まあその通りだったら上川さん出られると思う。なるほどね、うん、うん、あとね、その河野太郎さんってのはどうなんでしょうかね。河野太郎さんね、さっきおっしゃいましたよね、うん、あの麻生派の票からあの全てない、うんうん、あのかなりやっぱり前回よりもちょっと沈んでますよね、うん、なるほどね、うん、まあ、この間ね、あの大林美香とかいろんな問題ありましたからねちょっとイメージ悪いんですよね。あとあの自分たちがこう仲良くやってた仲間から逮捕者出てますよね、あの衆議院議員で確か、うん、あのソーラー発電とかね、そういうこともちょっと引いてるのかなと思いますけどね、うん、でもだからちょっと距離を置いたのかな。小泉さんもちょっとその中に入ってたんだけど、グループには。ああそうですね、うん、それとね、やっぱりね、河野さんってやっぱりほら一匹狼で若くて、うん、ちょっとまあなんていうか跳ね返りでみたいなところが、うん、若さのなんか魅力みたいなあれだったんですが、うん、いかんせんその小林さん小泉さんっていうこの2人が出てくるって40代だからね。そう、うん、そうするとね、どうしてもやっぱり若さっていうところはちょっと違うんじゃないかな。もう還暦超えたからね、感じですよね、うん、還暦超えてね、うん、私よりはちょっと下なだけですから、うん、はい、なるほどね。そうなってくるとね、でもなんか今の話聞くとね、あのいや本当のぶっちゃけた話ね、あの首相官邸の近くで言われてることって、まあ、決選投票はね、まあ、あんまり言わないですよ。これ全然不確かな情報だと思っていいんです。小泉進次郎、石破茂で決選投票やって、小泉進次郎が当選するっていうような絵図をね、流してんですよ、意図的にね。でも、さっきの安住さんの話聞くとね、まあ、万一ね、そういう決選投票になっても、まだ石破さんにも目があるような感じがするんですよ。だって、そんな決まってたら、うん、菅さん勝ちに決まってるじゃないですか。そうですよね。そうすると、麻生さんどうなります?それから、岸田さんどうなります?そうですね。っていう形じゃないですか。うん、そうなるとね、この辺を誰が押すかによって随分違ってくるなと。うん、やっと、石破さんも目が出んのかな。すごく人気がある人なんだけど、なぜか議員には人気がないって、あんまり言っちゃうとね、俺ね、一緒の会合出ることもあるから、ちょっと怖いんだけどね、ギロッと似合わないからね。私、この間、壮行会行ってきました。あ、壮行会行ったの?壮行会。メタバース見た会っていうのがありまして、うんうん、そのメタバース見た会っていうのが、主催で壮行会やったんです、うん。相変わらず10課を流して、それで入られて、うん、で、若き地も。うんうんありまして、なかなか面白かったです、うんうん、まあ、面白い人だからね、本当はね、うんうん、あとね、まあ、この辺はなんとなく分かる、まあ、林さんはね、これで岸田派をまとめてまた次を見るっていうのは分かるんだけどね、そうなると本当のだから小林さんも今後になってくるのかな。こうなると、あ、小林さんはね、結構いいんじゃないかなと思うのは、うん、今結構ね、どん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 メディアの、ね、露出が増えてますでしょ、うんうん、そうするとね、この方 の要するに一番の弱みはその露出がなかったわけですよ、うん、そうですね、知られてて、うん、で支持率低いわけじゃなくて、うん、みんな知らないから、だからまた数字が上がっていないっていうところなんですね、うんうん、だけどやっぱり小林さんって頭いいですしね、うん、それから話の仕方も結構やっぱり慎重派っていうか、うん、そんなにこう浮ついたあれではないんですね。ですからまあ言ったら、あ、こういうふうな人材がいたんだっていうのがね、うん、一般また改めてね、うん、思わせるようなところなので、うん、なかなかこれをきっかけに今回もし当選されなくても次もその次ぐらいも十分あり得ると思います。まあ、そういう意味ではなんか自民党の新しいなんていうかリーダーたちがね育ってってるって感じがね、うん、この過程を通じてね、そういう感じもしますけどね。あとでもね、それでまあいよいよ来るんですけどね、一番なんか割り食ってんのこの人じゃないですか。茂木さんね、今日会見されましたけどね、うんうん、この現状で今朝の状況でこれはちょっとひどいなと。政策発表なんか見てみましたらね、うん、まだ全員じゃないですけど、ね、うん、やっぱりね、林さんと茂木さんっていうのは、うん、まあ東大出てるからとは言いませんけども、うん、やっぱ頭いいなっていう感じはしますね、うん、やっぱりいろいろ考えてらっしゃってるなっていう感じが非常にするんですよ。で、分かりやすいっていうのありますよね、うんうん、
まあ、ちょっとこの辺でかなり苦しい思いしてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、何しろこれ よく揉めないですよね。同じ派閥でこう割ってね、この人平成権じゃないですか。もう一つね、あの、うん、今、うん、あの元の派閥でのあれと、うん、もう一つはですね、県連単位で動いてるんですよ。例えば小泉さんね、うん、小泉さんは、うん、まあ甘利さんはあの小林さん言ってますけども、まあ、神奈川県連は小泉さんみたいな、うん、小泉さん応援してる方、うん、神奈川県連多いんですよね。でも河野さんもでも神奈川県連だよね。神奈川県連なんだけど、こっちの方が結構やっぱり、うん、あ、そうね、こっちもありますけど、これは麻生派で入ってます。そうだよね。でこれはまあバランスよく入ってますよ ね、 ますね、うん、それからあれですよね、あとは加藤さんは岡山県、ね、うん、橋本岳さんとか、で かなりこう揺さぶりがあったんですよね、岡山でね、うん、あると思います。全員とは言いませんよ、うん、全員じゃない、うん、それも全員じゃないんです、うん、それから例えばですね、あの石破さんなんかはこれ、うん、あの鳥取県連だけじゃないんですが、青木和彦さんが応援してますよね、うんうん、してます。これはあの5億の関係ね、うんうん、あの鳥取、あの島根の5億の関係で、うん、まあ、石破さんを応援していらっしゃるんですよ、うん、だからそういう意味ではあの結構いろいろとやってらっしゃるところがありますよね、うん、結構でもそうするとそういうのをいろいろ、で奈良県連が、うん、高市さん奈良県連が結構、うん、奈良県連のメンバーが入ってるとか、うん、そういうのありますし、うん、それからそうそうそう、上川さんのところには静岡県連が、うん、まあ、あの結構あの応援に入ってるわけなんですよね、うんうん、そういう意味ではあのいろいろとその地元的なあの、うん、単位で応援してるところはありますよね、うん、でも面白いですね、うん、神奈川頑張ってるじゃないですか、この小泉さん、うん、甘利さん、うん、あのそうなんですよ。だからね、甘利さんがまずこっち行っちゃったけども、菅さんの関係がありながら小泉河野というふうにね、うん、関係してるところは2つ出てるわけですよね。2つ出て1人、あのもう1人重鎮はこっち千葉県の人を応援してる。そう、まああの、うん、甘利さん自身はやっぱりあれですよね、うん、あの菅さんのその下に入りたくないみたいな、うん、まあ、そういうところがあるんだと思いますね。うん、うんうん。